こんにちは、ホロスコさんです。2017年4月29日、朝5時半ごろ、北朝鮮がミサイルを発射しました。ミサイルは失敗に終わったんですが、一応東京の方では結構騒ぎになってましたね。メトロが止まったり、結構6時ぐらいから10分ぐらい電車が止まったみたいで、お客さんとかはこんな放送初めて聞いたっていう人とかも中にはいたみたいでしたね。まあ、結構影響としては強い影響出てたなと、まあ、思えたんですが、まあ、そんな2017年4月29日だったんですけど、その頃朝5時半頃の、星の様子っていうものをその見てみましたら、金星がお羊座にちょうど移ったタイミングだったんですよね。移って間もないタイミングだったんです。でこの金星がお羊座に入るっていうのがすごく肝になってくるんですけど、まあそもそもエッセンシャルディグニティ、まあこれホラリー先生術でもその使われている言葉なんですが、まあ星とサインの相性っていうものをその示すものなのですが、金星とお羊座というものはとても相性が悪いです。デトリマントっていう、まあとても相性が悪い、そういった言葉になってくるんですね。まあそれはどういうことかっていうと、金星っていうのは調和を求めていくんですね。楽しい方向に、このみんなでこう分かち合うような、そういうところにこの方向性っていうものがあるんです。なんですが、お羊座というところは、自己主張であったり、結構強引なところとかあるんですよね。すごくまあ勢いがあるんですけど、初々しいエネルギーっていうのもすごく強いんですが、まあ何かと自己主張っていうものが結構強くなるっていうのはあるんです。なんでそのサインの持つ、お羊座の持つ意味と星の持つ意味ですね、これがやっぱちょっと相反する形になっちゃう、いい形にお互い調和が取れない形になってしまうんですね。故にまあ相性が悪いという形になってしまうんですね。でそれがまあ、本日である2017年4月の29日の星模様を示してたんですけど、まあ、そこでミサイルが発射されたんですよね。まあ、これもすごい印象的だなと思えたのも、北朝鮮の、まあ、キム・ジョンイル初期ですよね。この方は1月8日の、ヤギ座の方なんですね。で今月、この今運行中の月っていうのは双子座にいます。で、まあ明日明後日にはもう蟹座に入ってくるんですが、蟹座に入ることによって、蟹座の月と、お羊座の天王星と、天秤座の木星と、ヤギ座の冥王星、この4つの星でグランドクロスを作るんです。空に十字架を作ってしまうんですね。でこれがまあすごく占星術でもすごく大きな意味をやっぱ持っててですね、強い影響力を持ってるんです。改革であったり、まあ結構強制的な変化っていうものをやっぱ影響としてやっぱそういったことが出てきやすいんですね。でまあ、まあ個人レベルで出るものっていうのはまああくまでも個人レベルなものなんですが、やっぱこう背負ってるものがでかくなればなるほどその影響っていうのは強いものだと思います。そして特に、活動級の人間ですよね。まあ先ほど述べたか、お羊、カニ、天秤、ヤギ、この星座の人たちっていうのはすごく影響が受けやすいんですね。まあ出やすいんです、すごく。なのでミサイル発射っていうのは、それはキム・ジョンイルの、もう
自己主張、強い自己主張っていう形にすごく捉えることができました。すごく怖いなと思えたところにございます。で、それがまあ4月29日に起きた。それはまだ月っていうのはまだ今現在は双子座にいるんですよね。で、この後5月1日からですね、蟹座に月は移動していくので、この後のキム・ジョンイルの、まあ、ないしは北朝鮮っていうものがどういう形で存在するのか、まあ、何かしらここにおける変化っていうものは出てくるんだろうなっていうような気はしてます。っていうのも、アメリカの大統領のトランプ大統領と中国の、初期の、習近平、この二人は双子座です。なので、今この現在双子座の月の時期に彼らっていうのはすごくいい形に親和性を持って話とかができてるんではないのかなっていうふうに思えるんですね。そうすると何か北朝鮮のその働きっていうものはやっぱ何かしらの形で制裁であったり何かしらの形でこう変化を余儀なくさせるようなことって出てくるのかなっていうそんな気がしてなりません。まあ本当穏便に進んでくれれば越したことはないんですけどね。まあ戦争とかに発展しないことをただただ祈ってますが、まあそんな日でしたね今日は。故にちょっとこれからの国境からの、まあ明日30で明後日の1日まあ2日ですね、ここのまあ3日間ぐらいっていうのはちょっと緊張感高いなーっていう印象を持ってます。まあそれはそれで個人のこと個人レベルになってくるとどうしてもなんか捉えにくいところっていうのがあるかと思います。まあ個人に出る影響としても結構いい形に出るんではないかなと僕の中では思ってます。それはまあお羊座の蟹座、天秤ヤギ、この辺の人たちっていうのは何かしらその自分が生活するにあたってこうやろうこうしようっていうような何かいいエネルギーっていうものが見つかるタイミングではあると思いますので、まあそれ以外の星座の人たちもそういったタイミングにはなってくると思うんですけど、特に活動級の人間ですよね。お羊、カニ、天秤、ヤギ、これらはすごく出やすいタイミングになると思いますので、ぜひぜひ頭の中で出てきたそういうひらめきであったり、そういう思いっていうのは大切にしてもらってもいいのかなと思います。そこで得れたものっていうのは結構いい形に自分の中で消化させてくれるものなので、ぜひ大切にしてもらえればなという思いはあります。まあ、そんな感じの2017年4月の29日でした。また何か印象的な日とかにはじゃなくても適当になんか配信 していきます。特に占星術に関してですよね。日常的に星とか呼んでますんで、まあ、占い鑑定とかも個人鑑定とかもやってますんで、何かしらそういった星とのこの面白い影響ですよね、何かそういったものっていうのを、時事ネタ、まあ、ニュースっていうものですよね、普段目にするそういったものとその占星術っていうのを絡めてお伝えできればいいかなと思っております。どうもご視聴ありがとうございました。ホロスコさんでした。